日本岡山県津山市三北三北は、岡山県津山市にある、町日の都である。同志市役所所在地。また、旧戸又郡西戸又村の役場所在地でもあった。かつての西北条郡三北村にあたる。郵便番号は708-0004。当地域の人口は2793人。中心市街の北部にある地域で、鶴仙の北にあたる。 元は、西方城郡三北村と称した。当地には、伊沢与山という丘があり、宮城には、津山城追記の際に、鶴仙から移した鶴仙八幡神社が鎮座する。八幡神社の本殿、その他の社殿と境内にある薬祖神社社殿は、岡山県指定重要文化財。また、当地には、旧津山藩主の別荘及び、大名庭園であった。 集落園がある。さらには、三坂高校、津山工業高校、津山商業高校などの教育機関が集まっている。他、学校や企業、公的機関の感謝、宿舎も多い。古代においては、都間、西郡、殿中号の一部であったとされ、三坂国域の中でも中枢にあたる一帯であった。江戸時代には、津山半領文、作用紙に、 租税647国6と、個数95、人数483人と乗っている。村内に、矢後町という南北に長い家並みがあるが、これは森忠政が津山の城下町を作る時、後の桜馬場と呼ばれるところに矢後という集落があった、ため、その集落を当地へ移したものである。町の長さは180軒と、作用紙にある。 明治22年6月、町村正志向を受けて、小田中村など、道具に四、村と合併して、西戸又村を新設し、当地へ役場を構えた。昭和4年2月、津山町が、西戸又村田周辺部を、編入合併し、市政施行津山市となった。同57年に、当地へ、市役所を移転した。津山城下のすぐ北方にあたることから、 津山城のある鶴船の北方という意味で、三北と称されたと言われる。吉井川の支流宮川の西に接するように位置する。津山市役所のほか、高校を中心に、市内の教育機関が多く存在する。道路 a b c d e f g h e w 正門、岡山地名辞典日本文教出版社、ABC 津山市令気内早期より、ありがとうございます。